理算数理工学の第4回目を始めていきます。よろしいでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい。でですね、全可式の解き方っていう話を前回からしてまして、前回の最後に母関数というものを導入しました。で、今日はその母関数を使って、全可式を解いていくという話をしていきます。それが今日ですね。で、まあ、一つ注意は、来週は祝日なのでお休みです。ので、ご注意ください。何も掲示とか出ませんけども、もちろん祝日ですから、はい、よろしくお願いします。で、その数え上げの基礎って話は、この今日で終わって、まあ、次回から、この代数的な話、特に線形代数を使う話をしていくことになるので、まあ、次回から話はガラッと変わるように思えて、実はあんま変わらないんですが、本日は。そういうことになっております。はい。で、今日はその母関数を使って全可式解けるようになるという話をしていきます。母関数何だったかちょっと復習をします。これですね。数列 A0 から始まるものがあって、それの母関数といったら、ここに書いてあるような歴奇数です。 X の N 乗の係数が AN になるような和ですね。この数列が、数字0から始まっていることに注意してください。はい。ですね。で、これは、歴奇数ですから、まあ、収束しないかもしれないんですけども、収束する場合を仮定します。収束する場合で、収束することを仮定します。ので、まあ、今後こういうのが出てきたら、まあ、収束するんだというふうに思ってほしいんですけども、まあ、今日の最後は収束しない場合やります。はい。でですね、前回やったのは、この数列っていうのが、まあ、いろいろ例として挙げられたときに、その時の母関数が何になるのかってことを一応、まあ、示したということを前回やりました。例えば、その全ての項が1であるような数列の母関数といったら、それは 1-x 分の1とか、こんな感じですね。だからこれはその何を言ってるかというと、その ANXN 乗の和っていうのを考えると、これは AN が全部1ですから、X の N 乗の和になるわけですけども、これは、まあ、これ収束するときには 1-X 分の1というふうになるということです。これですね。ってことが、まあ、他の場合も書いてあって、2の N 乗だったら、それは 1-2X とか、一般的に α の N 乗だったら 1-α(x) 分の1とか、で、N の場合ですね、は 1-x2 乗分の x と、こうなるということです。うん。まあ、これ、別に覚えなくてもいいんですけども、まあ、覚えようと思わないでください。ですね、強調しますけども、覚えてる場合じゃないので、こんなことと入っちゃいけないけども、こんなこと覚えてる暇があったら、別のことに時間使ってください。だから、覚えないで、こういうものが、まあ、忘れたときに自分で導けるとか、調べて分かれば良いという立場です。よろしいでしょうか。それで、まあ、これを使って、どういうふうに全可式解いていくのかってことをやっていきます。これ、前々回からの例ですけども、まあ、グラフ AN における完全マッチングの総数っていうのが、まあ、何だったかっていうことは、まあ、もちろん忘れてても構わないんですけども、それをスモール AN としたときに、ここに書いてある全可式が満たされるということを、まあ、やったと。で、前回これを解くってことをやりまして、まあ、特性方程式を用いた方法と行列を用いた方法っていうのを紹介しました。で、今日はこの母関数を用いる方法っていうのを今からやっていきます。いいですか？それで、まあ、今からこのステップを踏んでいくんですけども、まずですね、確認しなくちゃいけないのは、この全可式は N が1の場合から始まってるんですよ。で、先ほどその全可式を使うときの考えている数列っていうのは、数字が0から始まるというふうに言ったわけです。でそうすると、まあ、このような全可式は、数列は扱えないかなっていうふうに、ちょっと思っちゃうんですね。
でもそれをまずうまく扱えるように変形するということをします。で、まあ、変形の仕方は、数通り考えられるんですけども、ここでは、次のようにします。今ですね、この全化式っていうのは、n が1の場合の値と2の場合の値を決めると、3以上の時の値が、この再帰式ですね、全化式で決まっていくという形で書いてるわけですね。だからどういう感じかっていうと、a1 って値があって、a2 って値があって、a3 って値はこの2つ前の値からこう決まると。こういうふうに思っているわけです。で次の a4 って値は、やっぱりその2つ前の値、a3 と a2 から決まるっていうふうに思っているわけですね。でこれはですね、実はその逆の見方をすると、その逆の式もかけて、この A4 と A3 が分かっていたら、この一番下のこの式を使って、A3 と A4 から A2 を復元することもできます。でそうすると、A3 と A2 から A1 を復元することもこれできるわけです。そうすると、今ですね、A0 ってものは本当はないんだけども、A1 と A2 を使って、その仮想的な A0 というものを復元できるというふうに考えることができるわけです。で、その A0 を使えば逆に戻って、元の、考え方を使うと、A0 と A1 から A2 を作るということができるようになるはずです。で、そうすると、この今考えている全化式は、n が1の場合から始まっているんですけども、実際 n が0から始まっているように、まあ、思えるということができるようになります。今ちょっとですね、ここでは抽象的なことを書いたので、実際にやってみます。例えばですね、まあ、その a0 イコール1とします。で、そうするとさっきのそのパターンがうまくいく。なんでかっていうと、a2 っていうのはもともと2だったんですけども、一方で a1 プラス a0 を計算すると、a1 は1でした。で、A0 を今1としました。ので、この A1 プラス A0 っていうのは1プラス1、つまり2になるわけです。つまり A2 イコール A1 プラス A0 っていう関係式。つまり AN イコール AN マイナス1プラス AN マイナス2っていう関係式が N が2以上のところで成り立つってことが言えるわけです。この A0 を1とすれば。で、そうすると上の全化式もともと N が1以上のところでしかかけてなかったものが n が0の時にその値を1とするとしてあげると、この n が0以上の時に満たされる全化式っていうのは何なのかっていう形で書けます。でこうすると、a が0の時から、n が0の時から始まる数列にこの元々の数列を書き換えられるわけです。でこのようにして数列の素位置が0から始まるように、便宜上 a0 をうまく定めます。これいいですか？ちょっとこれをやってあげないと、これって要するに A0 を定義するようにしてあげないと、ちょっと母関数を使う方法は使えないので、こうします。これが、まあ、ステップ0ですね。0番目のステップ。まあ、準備です。いいでしょうか？で、次からが本題で、まずステップ1ですね。1番。まず何するかっていうと、両辺に x の n 乗をかけて級数を作ります。今、ここに書いているこの式は、n が2以上の場合に成り立つと先ほど言った式ですね。で、これの両辺に x の n 乗をかけます。書きましたね。x の n 乗を書きました。わかりますね。x の n 乗。両辺にもあります。両辺、右の方にもあります。で、今、この最後に得られた式は、n が2以上の場合に成り立ちますから、n が2以上の場合に関して和を取ります。両辺。これですね。ですから、これ、その n が2の時から始まっているので、これも注意してください。n が2以上の時しか、この等式に成り立ちませんから。で、無限で成り立ちます。で、右辺の方もやります。で、そうすると、先ほどですね、母関数、じゃあ、an っていう数列、そうか。ちょっとこれは追加。これは今消して。この an っていう数列の母関数を、こう、large ax と書くとしましょう。そうすると、この左辺とか右辺に現れているこの和っていうのは、この母関数の見た目に非常に近いわけですね。で非常に近いんだけども、
ちょっと違う。例えば、お左辺は、この和の形は、この母関数と同じように見えるんだけども、この和を取っている範囲が違うわけです。上の方は n が2から始まって、で下の方は n が0から始まっているわけですね。だから、今左辺は、母関数のように見えるんだけども、母関数と比べると、母関数今書きますけど、anxn 乗と比べると、n が0の場合と1の場合は、この左辺の和に入ってないわけです。ただ、これは、母関数から、n が1の場合である a1×x の1乗と、n が0の場合である a0×x の0乗っていうのを引くと、この左辺ですね。この左辺っていうのをちゃんと、しまった、進んでしまった。この左辺っていうのを書くと、この左辺を書くと、ここですね。この左辺ですね。感じで、だから左辺ですね。左辺ってこれですね。左辺は、無関数のように見えるんだけども、無関数とは違うものになっているということに注意してください。で、今ですね、この右下のように、ちょっとこれはその母関数を使って書き換えた、この部分母関数なんですけど。ってことをしたんですけども、今からやるのは、この左辺と右辺をこの母関数を使った形で書き換えるってことをします。それがステップ2になります。ここまでいいですか？で、じゃあ書き換えます。それがステップ2です。各辺を AX によって表す。今、ここに書いてある式は、先ほどのその式そのものです。で、これの左辺と右辺を共に AX を使って書いていくということをします。左辺の方は、今言った通り、この母関数ですね。母関数の形から、n が0の場合と n が1の場合を引いたものになるわけです。A0 は1でした。で、A1 も1でした。ので、これそのまま母関数マイナス1マイナス x と書けます。いいですか？で、同じように右辺もこの ax を使った式で書き換えたいと思います。で、どうなってるかっていうと、今ですね、右辺の初めの項は n が2から始まっていて、an-1×x(n)乗になってます。n が2の場合、n が2の場合は、この中身の項は a1×x の2乗って感じになってますね。だから、n が1から始めるとこう書き換えると、an×x(n)プラス1乗になるわけです。いいですか？後ろの方は n が2から始まっているので、まあ、同じようにずらすと、n が0から始まったとすると、an×x(n)プラス2乗になります。いいですか？で、そうすると、例えばじゃあこの今、後ろの方を見ますけども、後ろの方は、この n プラス2乗のうちの、このまあ2乗の部分っていうのはこれ前に出せるわけですね。ちょっとここに書かないで、下に書きますね。下に出して、x の2乗かける、は、n イコール0から無限大の an の x に乗をかけるわけです。で、そうすると、この後ろの和っていうのが、母関数そのものになりますから、これは x の2乗 ax とかけるなってことがわかるわけですね。いいですか？同じように、前の部分を見て、これちょっと x だけ前に出すと、n が1から無限大までの an の x の n 乗って感じになりますね。で、そうすると、ここのまた和があるんですけども、これはまた母関数のようで母関数ではない形になっているわけです。この n が1から始まってますから。それは先ほどのこの左辺のやり方と同じように書き換えてあげると、母関数を使った形に書き換えられるわけですね。で、それを今からやっていきます。はい。x の中身が先ほど言った通り、これが本来は n が1から無限大まで an の x の n 乗でしたから、その n が0から始まるように書き換えると、n が0の場合を引いてあげればよいということになります。はい。後ろの部分、先ほどやった通りですね。でしょうか。で、そうすると、この2つの和ですね、ここに書かれている1つ目の和、と二つ目のは、これ両方とも母関数そのものになりますから、
書き換えてあげると、x×ax-1 プラス x の2乗 ax となります。これで右辺もその ax を使った式になりました。いいですか？で、この左辺、ここ書いておこうかな。この左辺と右辺が等しいっていうのが一番上のこれですね。この式だったわけですから、まあ、それを使って、また書き換えていきます。何をするかっていうと、これですね。あ、今、すいません。その前に、今、ちょっとこれ、そう、括弧を整理しました。整理しました。まあ、これ書き換えたわけです。はい。で、その左辺と右辺が等しいので、この AX に関する式2つが等しいという今、関係が得られます。ここから AX イコール、何でしょうっていう式を導いていきます。これがステップ3です。で、これは、まあ、式変形すれば良いだけです。ので、まあ、やります。やると、まあ、AX に関する項を左に集めて、それ以外の項を右に集めると、まあ、マイナス X これ消えますけど。だから、右辺が、なぜかマイナス1なんだけども、それはなぜかというと、またこれ符号を付け替えたからですね。はい。合ってますね。で、割ってあげればよいと。こんな感じになります。良いでしょうか。まあ、本来この式で割るっていうのは、この x2 乗プラス x マイナス1がで割るっていうのは、まあ、この値が0じゃないときしかできないんですけども、まあ、これ収束するということを仮定してるんで、ax がね、ax があるってことは、今仮定してるんで、これできます。で、やっちゃうと。で、そうすると、ax イコールなんとかって式が出てきます。ここまでいいですか？で、なんでこんなことをしたかというと、AX っていう、私はね、これなんか続きがあるかな。AX を X の意関数として今表現できたんですけども、なんでこういうことをするかっていうと、AX っていうのはもともと、力級数だったわけです。AMX の N 乗を N が0から無限大まで。ですよね。で、そうすると、これ AX が分かると、この AM が本来が分かるはずなわけですけども、今上の式見ると、まあ、AX がそういう和の形をしてないわけですね。で、今からしたのは何かっていうと、この右辺を変形して、この和の形にしたい。ってことをします。で、こういうのは皆さん実はよく知ってるんですね。よく知ってるというか、こういうことを、大学1年生の微分積分でやってるんですよ。なんかこう、AN って書いてあると、やってない気がするんだけども、例えば、これ AN と書かないで、N の階乗分の AN と書く。なんかそうすると、なんかこれはなんか見覚えがあるなって感じがしてくるんですよ。見覚えがないかもしれない。見覚えがあったら、なんか、なんとか、これは何でしょうって今クイズをやってるんですよね。このなんか、X に関する関数があって、それをこんな感じの級数で書くってことはよくやってて、あんましわかんない。だから AX とか書いてあるからわかんないかもしれないね。例えばなんか FX っていうなんか、微分可能な関数があったら、微分可能なとかですね、C、無限大級とかって言ってんのかな。何回でも微分できる関数があったら、なんかこれは L の階乗分の F の N 次動関数、あ、0かな。で、X に入れる。なんかこんな感じで書けるってことを多分知ってると思うんですよ。これテイラー展開とかって言うと思うんですけど、X イコール0における。ですね。だから、まあ今これ FX と書いちゃいましたけど、なんか今この FX が AX の場合考えてるわけです。上のですね。で、その時に、この AN っていう、この X 点上の係数を知りたかったら、まあ微分すればよいということになるんですね。で、じゃ今ここにある、この X 点上プラス X マイナス1分のマイナス1、これ N 回微分して、X は0のところ、まあ、値なんでしょうってあるのはちょっと大変なんで、だからまあ本来は、原理的にはこうテイラー展開すれば
できるんですけども、それ今から、微分せずにやります。微分せずにやります。微分せずに簡単にできるのでやります。ってことを今からやっていきます。で、そこでその有理関数であるっていう、形が生きてきます。で、どうするか。先ほど言った通り、その AX 級数展開するわけですけども、まず、この形を部分分数分解します。部分分数分解します。まあ、今、これ必要と書いてますけど、まあ、微分分数分解すれば十分です。で、部分分数分解するにはどうすればいいかっていうと、今ですね、この、あ、まず、部分分数分解って知ってますか？知らない人なんかいらっしゃったら。いいですか？で、部分分数分解するんですけど、これ、分母が X の二次式で、分子、これ、0次式になったわけですね。うん、だから、そういうときには、この、分母イコール0となるような、X ですね。を求めて、それを使って、まあ、こんな感じで、その、分解できるってことが分かります。部分分数分解を知っていれば。知っているって言い方はできないです。まあ、けれども、じゃあ、忘れてたら調べてほしいんですけども、まあ、そんな感じになります。で、今、その分母イコール0の、となるような X を求めると、この2分のマイナス1プラスマイナスというところになります。ので、出てくるので、それを、その解、X マイナス解を分母に持ってきて、分子が分かんない。って感じで、この分子 AB を定めてあげれば、この部分分数分解ができますという形になります。あとはこの AB を定めるってことをやってあげればよくって、まあこれは連立方程式を解けば出てくるということになります。で、連立方程式解いてるのが次のページです。まあ解きますね。まあここはただの計算なので面白くないんで、走りますけど、まあ計算すると、A がルート5分の1、B がマイナスルート5分の1というふうに出てきます。この計算わかんない人は、どうやってやったらいいかわかんない人は、まあ、このスライドを見て、ちょっと自分で考えてみてください。まあ、計算すればできますし、これはただの部分分数分解なので、部分分数分解覚えてる人とか、まあ、忘れてしまったけども、見直して思い出せる人はそれに従ってやってもらえばよいということになります。で、そうすると部分分数分解できます。で、できましたので、まあ、こんな形で書けるわけです。この先ほどの X の2乗プラス X マイナス1、分のマイナス1という式は、A がルート5分の1で、B がマイナスルート5分の1でした。アルファ1とアルファ2って先ほどの分母イコール0という二次式を、二次方程式を解いた時の解だと思ってください。で、あとは、まあ、これ変形していけばいいです。変形して、級数展開導いていけばいいんですけども、まあ、どんな感じであるか。今ですね、この X マイナスアルファ1分の1とかって形は、ちょっと、我々が知ってる、級数展開の形じゃないので、1マイナスなんとかって形に書き換えます。で、そのためには、この、全体をアルファ分の1で割ってあげれば、アルファ分の1かけてあげればいいので、割ったものを、前に出してくると、それで、ついずまが合います。符号も変わってるのでね、マイナスついてますね。ですね。で、同じことを後ろにもやります。これから計算しただけです。計算して1マイナスなんとか X 分の1って形にしました。で、そうすると、この1マイナスなんとか X 分の1っていうものの級数展開は我々先ほど復習した通り知ってるわけです。何かというと、これですね。そのなんとかの N 乗かける X の N 乗の和になるということになりました。先ほどの書き方だと、AN が α の N 乗の時には、母関数が1マイナスアルファ x 分の1と書いてたところの、今このアルファがアルファ1分の1になっていると思ってください。いいですか？だから、まあ言うなれば逆変換したわけです。はい。で、あとは整理します。整理するとこんな感じになる。まあこれはまあ頑張って計算するわけですね。で、そうすると、この x の n 乗の係数の部分、これが an だということがわかるわけですね。だから、これで、全化式の一般項を求められたわけです。何かというと、従って任意の n に対して、an というのは、ここの係数です。という結論が得られました。以上です。よろしいですか？
流れとしては、その AX が満たすべき式を求めて、そこからこういう級数展開を導けばよろしいですということになります。いいですか？これ、もうこれが分かれば今日おしまいなんですけど、ほぼ。もうあと寝てても、もう布団に戻っても構わないっていうことなんですけど、いいですか？ではですね、これで良いということなので、じゃあ休憩を2分ぐらいして、その後に、じゃあより複雑な全化式、どういうふうにやっていくのかっていう、解いていくのかってことを、その母関数を使って解くという話をしていきます。じゃあ2分ぐらい休憩しますので、じゃあ2分経ったらまた始めましょう。はい、それでは再開します。よろしいでしょうか。今ですね、一つ例を挙げて、その全化式を解くというのを、母関数を使ってどのように行えるのかということをやったんですけども、同じことを今からしてきます。もう流れは同じです。ただ、見た目がちょっと複雑なものを扱うので、そういうものもこの母関数を使って解けるんだよってことをちょっとやってきます。で、まあ、例題1と書いてますけども、これやってみます。その、n が1の時には3であるけども、n が2乗の時には an というのが 4an-1-3 の n 1乗と、まあ、こういう形しているという全化式です。まあ、母関数を使わなくても、まあ、これじっと見てるとこれ解けるんですけども、まあ、あえて母関数を使って解いてみます。で、これどういう数列かってまず見てみると、こんな感じですね。まあ、A1 は3だけども、A2 これ計算するとこれ9になります。で、A3 は、計算すると27。A4 は81とかって書いてあるんで、なんかこれ、ね、なんか3の N 乗って形してるかなっていう気がするんだけども、まあ、これはその、あとずっと計算していて、これ本当に3の N 乗なのかなってことを、これいちいちこれ確認できないので、まあ、何かしらの形で一般項を求めるんですけども、まあ、もちろんこの3の N 乗だっていうふうに、推測して、数学的機能法で、すべての n に対してこの式、満たされるってことを確認するという方法もありますが、ここでは、母関数を使います。で、母関数を使うときに、まず確認しなくちゃいけないのは、この数列は n が1の場合から始まってますから、n が0の場合をまず考えてあげる必要があります。それステップ0ですね。それをやります。まず、a0 を便宜的に定めます。で、これ先ほどと同じような感じで、これじっと見て考えてあげると、A0 を1とすれば良いなってことが分かります。で、実際そうしてあげると、A1 は3なんですけども、この絡めた A0 を使って、この
4A0-3 の0乗というのをこう作ってあげると、確かに3に一致する。ので、A0 を1とすると、この一番下の式というのが N が1以上で成り立つということがわかります。ですか？それを使って書き換えられます。N が0の時には1で、N が1以上のところで上の式が成り立つという形で書き換えられるわけです。いいですか？まあ、うまくこの A0 を1とすれば良いということをちゃんと見抜いて確認してあげるということが重要です。これが第0ステップ。ステップ0です。次は、級数を作りますね。両辺に x の n 乗をかけて級数を作ります。先ほどのこの関係式は n が1以上のところで成り立つものなので、その両辺に x の n 乗をかけて n が1以上のところで和を取ります。取りました。これですね。いいですか？もう一度言いますけども、この式は n が1以上のところで取るしか成り立ちませんから、この和を取る範囲は n が1から始まっているということに注意をしてください。いいですか？割と皆さんですね、こういうなんか式があったときに、そういう式がどこで成り立つのかってことをあんまり気にしないんですよ。それは良くなくって、こういうのはですね、ちゃんと書いてあげるっていうのが割と重要です。ので、まあ、そうしてください。はい。で、今この形作りましたので、この左辺と右辺を母関数を使って書き換えるということをします。で、まあ、まずじゃあ母関数を導入しましょう。で、この母関数を AX と書くことにします。はい。で、この AX を使って両辺を書いていきます。書き直していきます。で、今ここに書いてある式というのは、先ほど最後に出てきた式と同じものです。で、これの左辺と右辺を書き換えていくということをします。左辺のところですね。まずこれやっていきます。で、そうすると、これは N が1から始まってますから、もともと左辺は N が0から始めたら、その0の場合に対応する項を引いてあげれば等しくなります。A0 今1でしたから、この式は AX-1 になります。ここまでいいですか？ A0 1ですね。よろしいですか？で、同じようなことを右辺にもやっていきます。右辺に対してやるとどうなるかというと、まずその、これ、両方ともこれ N が1から始まってますけども、これは、そのまんま、素直に、素位置をずらすと、N が0から始めたら、もともと AN-1 だったところが AN になると。ですね。X の N 乗も、X の N プラス1乗になるというわけです。後ろの方も同様ですね。いいですか？で、そうすると、まあ、X、前に出すと、こんな感じになると。ですね。あ、前は、4x ですね。4x。出すと、残りが an と x の n 乗になります。後ろの方は x 出すと、3の n 乗かける x の n 乗が、残るので、それはまあ 3x の n 乗と等しいということになります。よろしいですか？ここまで。で、そうすると、前の方はこれ母関数です。ax です。ここかな。前の方。これは母関数その ax ですね。で、後ろの方は、これ 3x の n 乗っていうふうに、もう、その、これ an が入ってない形ですよね。an 入ってないので、これは、直接、その、この、級数が何だかってことがわかります。これ、収束すると仮定してるんで、これは、1-3x 分の1というふうにこれ書けると、ことになります。いいですか？で、これ置き換えてあげると、まあ、こうなると。ことですね。で、これで左辺は ax-1 という式になって、右辺は 4xax-1-3x 分の x という式になりました。で、これで、両辺、左辺も右辺も ax を使って表せましたということになります。ここまでいいですか？で、このようにその左辺と右辺書き換えられましたから、この2つ等しいという条件を使って、AX という式が何なのかということを導きます。ですね。今これ左辺、導いた左辺と導いた右辺があります。で、まあ、ここから式変形をして、まあ、AX 求めると 1-3x 分の1が出てきます。なんということでしょう。そうすると、x が x の有理関数として表現できたので、あとは逆変換ですね。この級数展開を見つけてあげればいい。
でもこれは割と簡単に急須で見つかります。先ほどのようにもう部分分数分解を必要する必要なくて、もうそもそもこの形が部分分数分解されている形なので、そのまま急須展開に導くと、これは、3の n 乗 x の n 乗というのが出てきます。の和が出てきます。つまり一般項は3の n 乗です。という、まあ、期待していた結果が出てくるということになっておしまいです。よろしいですか？早いかな？いいかな？なんか早すぎて、なんかすぐ終わってしまう気がして、いけない。いけないかもしれない。こんなはずではなかったの。いいですか？なんか。質問待とうかな。いいですか？大丈夫でしょうか？じゃあ特に反応は今の、サムアップしかないので、進んでいきます。二つ目の例題です。ですね、これは AN が何かというと、N が0の時には1ですね。で、N が1以上の時には 3AN-1 プラス 2N という形になっています。で、これは数列としてみると、その N が0の時から始まってますから、先ほどのような、その、ステップ0ですね。便宜上 A0 を定めるっていうことをする必要はなくって、すぐさま、その、級数を作るところに行きます。いいですか？それをやります。で、これはどんな数列かというと、まあ、計算すると、1、5、19、63、197と。この数列見て、さあ一般項は何でしょうってことを、まあ、パッと出すのは難しいかもしれないですね。うん、まあ、で、今からやるのは、この、全化式、母関数を使って解いていきます。ですね、母関数を使って解くってことを今やってるんですけども、別に母関数を使って解くということを、まあ、推奨しているわけでも、まあ、それで何でも解けると言ってるわけでもないです。まあ、そういう方法があるんだってことを紹介しているだけなので、まあ、そういうつもりでいてください。はい。まあ、いろんな方法には一長一短あると思うので、まあ、ここでは母関数を使うという方法を紹介します。でですね、はじめにやるのは、その先ほど言った通り、ステップ0言いませんから、ステップ1からやっていきます。つまり、両辺に x の n 乗をかけて級数を作ろうということをやっていきます。で、ここに書かれている式ですね。an イコール 3an-1 プラス 2n っていうのは、n が1以上のところで成り立つ式です。ですから、両辺に x の n 乗をかけて、n が1からスタートする場を取ります。はい、こうですね。ですね。n が1からですね。作ります。いいですか？で、この両辺を母関数を使って表したいということをします。だから母関数を導入します。母関数を AX とします。いいでしょうか？で、ですね、やりますね。AX を使って、この両辺を表します。今、ここに書いてある式は、先ほどの最後の式そのものです。で、この左辺と右辺を書き直していくということをします。で、じゃあ左辺から見ていくと、左辺は n が1から始まってますから、それを n が0から始める、変えると、n が0の時の項を引いてあげれば、辻褄が合うということになります。そうすると、前の方は母関数そのもの ax。で、a0 は1でしたから、a0 は1でしたから、そのまま書くと、マイナス1が出てきます。いいですか？これ左辺ですね。じゃあ右辺の方も同じことやっていきますけども、同じようなことやっていきますけども、これですね。そのまま、この式を見たときに、n の範囲を変えると、はじめの方、n が0から始めると、an-1x の n 乗が anx の n プラス1乗に変わります。で、後ろの方も n が1から始まっていたものを0からに変えると、中身が 2n プラス 2× x の n プラス1乗になります。ですか？で、後ろの方は、まあ、2n プラス2っていうふうに、ここは2n の部分と2の部分にこれ分かれますから、これは分けてあげます。まあ、分けてあげると、級数展開作りやすい、級数展開じゃなくて、母関数作りやすいので分けてあげます。
っていうのは、四辺形をすると、こんな感じになりますね。前の方は、まず、この 3x 出してあげます。で、2n の方は 2x 出してあげると、残りは n かける x の n 乗になります。はい。で、後ろの方は2かける x の n プラス1乗ですけども、2x 出すと x の n 乗が残るという形になります。はい。で、この和ですね。和の部分を見ると、はじめの部分、これは、これ、母関数上のものですね。ですか？で、一番後ろの x の n 乗。これは、知ってて、1マイナス x 分の1ですね。ですか？ 1 マイナス x 分の1ですね。うん。で、真ん中のこの和ですね。これは、忘れてるかもしれませんけども、見直すと、1引く、x の2乗分の x かな多分とか言ってた。ですので、そういう場所を使って書き換えてあげると、次の式が出てきます。あ、出てこなかった。これですね。はい。合ってますね。1引く x の2乗分の x ですね。で、これ、で、右辺がこう書けるってことが分かったんだけども、ちょっと後ろの部分を整理します。で、まあ、これ、通分ですかね。1引く x の2乗って形で通分したいと思うと、まあ、こうなって、絶対、最終的には1引く x の2乗分の 2x ができる。こういう形になります。ここまでいいですか？ここまでいいですか？これで、左辺も右辺も、ax を使った式で書けるということになりました。はい。で、左辺、求められた左辺が ax-1 で、求められた右辺が 3xax プラス 1xx の2乗分の 2x という形になります。で、この2つ等しいですから、この等しいという関係から ax が何なのか導きます。まあ、これも計算するだけですね。で、まあ、実際にやってあげると、まあ、こんな感じになると。ax は 1-3x 分の1プラス 1-x 2乗 1-3x 分の 2x。ですね。これは、ここで綺麗にしようと思うかどう思うかっていうのは、いろいろと判断があるんですけども、最終的に部分分数分解したいんですよね。だから、まあさっきはそのなんか通分とかしたんですけども、実はなんか通分しない方、しないで、こういうふうに分かれてる方が、我々としては都合がいいかもしれないので、ちょっとここではこのままにしときます。で、これで、まあ、ax を有理関数として表現できたということになります。ここまでいいですか？いいですか？で、次にやるのは、この ax のこの式、この右辺を級数展開するということです。で、まあ、そのためには、先ほど言った通り、部分分数分解しなくちゃ、したいんですけども、まあ、前の部分はもう 1-3x 分の1で分かれてるんで、この後ろの部分ですね、ここを部分分数分解します。部分分数分解する。部分分数分解するっていう日本語が正しいかどうか分かんないんですけども、部分分数分解をするにします。をする。で、まあ、そのためには、まあ、こんな感じになるってことですね。今ですね、分母は三次式で、分子は一次式ですから、だから、ま、気分としては、なんだろうな、分母が二次式、分子、ゼロ次式とか、なんかそんな形になりたいんですよね。気分としては。だから、なんだろうな。この全体の次数はこれなんかマイナス二次式って感じなんですよ。だから、そんなように分解します。でですね、もう、これ、なんだろうな。この分母イコールゼロ。という方程式を解くというふうに言ったんですけども、今これ分母は、1マイナス x の2乗、1マイナス 3x だとか分かってるんで、で、これイコールゼロですよね。だから、もう、なんだろうな、右辺が、
因数分解されているので、x が1っていうのと3っていうのが出てくる、あ、1じゃない、マイナス1ですね。マイナス1と、3分の1ですね。それはまあ出てくるっていうのは分かってるんですけども、だからまあ、この、なんだろうな。だから、この場合は別にこう、解かずに、解かなくても、この、なんだっけ、因数分解されているって形から、この部分分数分解の、として出てくるもの分母っていうのは何であるかってことは分かります。だから、別にこういうその、解く必要はあんまりないと、この場合は。いいですかね。何言ってるか分かんないかもしれない。これか、投げ縄。いいでしょうか。何がいいか分かんないな。で、まあ、その、因数分解された形を使って、1マイナス x と、1マイナス x の2乗と、1マイナス 3x を分母に持ってきています。1マイナス x が2乗で出てきているので、1マイナス x と、1マイナス x2 乗を出してますね。で、分子は、それらより、1つ実数が小さい項を持ってきています。1-x の部分は分母が 1次式なので、分子は0次式か定数になってて、1-x の2乗っていう分母があるところは、これ分母2次式ですから、分子は1次式である bx に来てます。いいですか？いいですか？この、ここをその、分子1次式にするっていう、ってことは、まあ、忘れがちなので、これは、ちゃんと、その部分分数分解どうやってやるんだったかってことを思い出して、ちゃんと一次式にするってことを、忘れずに行ってください。で、まあ、このいい形で書いたときの、この A と B と C っていうのを定めるってことは、まあ、連立法で解けばできたり、まあ、いろんな方法があります。いろんな方法がありますけども、まあ、ここでは連立法で解くとすると、まあ、この、ここに書いてあるように、例えばやってあげると、A、B、C を配ります。まあ、いろんな方法があるので、まあ、ここに書いてある方法でやる必要はないですけども、何かしらの方法で計算できるということが重要です。だから時間があるから、もう少し言おうかな。どうやってやってるかっていうと、これ先ほどの式ですね。公式そのまま書いたものですね。で、この、両辺を、この左辺の分母、かけてあげると、左辺は 2x が残って、右辺の方はこういうザーッとしたこの x に関する多項式が出てきます。例えば、この 1-3x 分の c にこの左辺の分をかけると、1-x の2乗が残って c×1-x の2乗になります。こんな感じですね。で、そうすると、まあこれ左辺も右辺も x に関する多項式なので、x に適当な値を入れたときにどうなるかということを考えてあげます。例えば、x が0の場合考えると、これ左辺が0になります。2×0 だから0ですね。で、x0 を入れたんで、何が起こるかっていうと、はじめの部分は、x0 ですか、これ1になります。で、2番目の部分、これは、これ bx がありますから、これ、全体でこれ0になります。今何言ったかな ?x に0を入れると、はじめのところ、はじめの式、項は A になります。すいません。で、2番目の項は0になって、3番目の項は C になります。ので、右辺は A プラス C になります。こんな感じですね。でそうすると、その、ま、あとその、X1 と X の分の1っていうのを入れてるんですけども、これなんでかっていうと、そうすると、たくさん項は消えるからです。で、まあ、その消したものを使って、ここに書いてあるような、方程式ですね。連立方程式ですね。A、B、C に関する。連立方程式ですね。で、まあ、これ解いてあげればいいと。まあ、解くといっても、もう2番目の式から、これ、2番目の式、これ B しか出てきてませんから、ここから B がマイナスしたところすぐわかると。3番目の式も、これ C しか出てきてませんから、ここから C が2分の3になるところすぐわかると。いうことになります。で、C がわかれば、初めの式から A がわかると。いう感じで A、B、C が求められるということになります。いいですか？で、これで部分分数分解できましたということになります。いいでしょうか。
で、できたので、それ書きました。これですね。で、ここから級数展開導いてあげればいい。1-3x 分の1。これは、その、もうだいぶ慣れてきたんですけども、3x の n 乗分、あ、3x の n 乗の和ですね。n が0から。で、1-x は、これは、x の n 乗の和ですね。いいですか？で、一番最後にも、1x3x があって、これは、n が0から無限だ。これ3の n 乗の、あ、3の x 乗の、あ、3の x 乗の和ですね。3x の n 乗の和ですね。で、真ん中にある、これ 1x の乗分の x っていうのは、これはまた思い出すと、n が、あ、nxn 乗の和になるわけです。で、まあ、これ、入れてあげて、整理すれば、よろしいことになります。まあ、その前に、まあ、1-3x分の1っていうのが2つ出てきてますから、まあ、この部分、まずまとめましょう。はい。まとめると、こうなると。1x3x 分の1の係数は2分の5になりますね。で、あとそのまま。で、先ほど言った、級数展開しますと、こんな感じで書けると。こうなりますね。で、整理すると、こうなりまして、つまりここに書かれている x の n 乗の係数が、これが an です。ということで結論が得られます。ということになります。よろしいですか？だから n、2の n に対して an は2分の5かける3の n 乗マイナス n マイナス2分の3ということになります。いいでしょうか？もうなんか今日はなんか単調ですよね。やってることが。なんか、その、盛り上がりも何もないという感じするんですけど、ここまでいいですか？ちょっとじゃあ、キレがいいので、ここでまた休憩して、じゃあ時間余ってるから、長めの休憩にしますね。じゃあ3分休憩にして、3分半にして、3分半休憩にして、その後続きやっていきます。なんか休憩中では質問があったらコメントに流してもらっても大丈夫ですか？私後で見れますから。はい。
はい、それでは休憩おしまいで再開します。今、コメント流してもらって、質問があったので、それに答えようと思いますね。どういう質問だったかというと、今、ここの、まあ、この例題2で説明しますけども、例題1でも同じこと、質問されてることになると思うんですけども、今、この例題2では、最終的に、N 以上の任意の、あ、0以上の任意の N に対して、この等式 AN がこうかけるっていうふうに言ったわけですね。で、それは今、その N が0以上、任意の、0以上の N に対して成り立つっていうふうに言ってるんですけども、先ほどその級数を作るときには、この式っていうのは、この式っていうのはどの式か。もっと前ですね。ここですね。この級数を作るときには、この n が1の、1以上のときにしかこれ成り立たなくて、そういうふうにやっていたじゃないかと。だから、なんか、前提が n が1以上のときだっていうふうに言っているのに、なんで結論は n が0以上のときに言えるのかというのが、ちょっとなんか、合ってないんじゃないかと。整合してないんじゃないかっていうふうに、思われてるっていう質問だと思うんですけども、まあ、結論から言うと、今の導き方で何も問題がないです。で、なぜかというと、今ここに書かれている式は、ここに、n が1以上の時にしか成り立たないっていう、こういう式なんですね。で、そこから和を作りました。で、この和を取った瞬間に、これも、n っていうのはこれ消えてるんですよね。消えてるっていうのは、この式の中には n が出てきますけども、実際に、この n っていうのはこの式の中では1から無限大に動く変数になってる、変数っていうか、まあ、変数ですね。変数になってるわけです。だから実際、この式における左辺も右辺も、左辺も右辺も n には依存してないわけです。だからその、無限級数の形で書いた時点で、その N に関する制限とかそういうものは何ももう考えてないことなわけですね。この左辺も右辺も N に依存しないから。で、実際に、その次のページありましたけども、書き換えると、こんな感じになります。例えばこれ左辺は、これですね。AX-1 って形で書けて、これ N に依存してないわけです。だからここがその N に依存してないことが重要です。N に依存しないというのはどういうことかっていうと、式に N が現れないということですね。現れない。現れ。なんか和がいるかどうかちょっと自信ないんですけども、まあ、書いちゃいました。現れない。だからそういうふうに送りがわかんないときには、ちょっと別の言い方にして、N が出現しないですね。ですか。だから、この左辺の式は、もう N とは関係がない式なわけです。だからその N 書いてるから、そういうふうな、N 出てきてるから、そういうふうな、イメージないかもしれませんけども、実際この N とは関係ない、なんか一つの式になったわけです。右辺も同様です。ですか。で、それでずっとやっていって、その級数展開に導くわけですね。これですね。急展開に導くわけです。で、そうすると、今、ここの係数が AN に等しいと言ってるんですけど、これは、母関数の定義なわけです。母関数の定義で、こういう係数があったときに、その x の n 乗の、係数を見ると、それが AN であるっていうふうに、まあ、母関数の定義が言ってるわけです。で、その AN の N はどこで決まってるかっていうと、この和のところで決まってて、この N は0から無限大まで動いてるわけですね。だから、X の N 乗の係数が AN になるっていうのは、この和を取っている N が0から無限大まで全部成り立ちます。というのが母関数の定義なわけです。
だからここでは母関数の定義を使って逆に変換しているわけです。で、逆に変換すると、この an、この係数が an になるっていうのは、n が0から無限大まで成り立つので、最終的に結論が n が0以上のところで得られるという形になります。だから、その母関数にした瞬間に、もう、初めにあった仮定っていうのは全部もう消えてるんですね。消えてるというか、n が何だったかっていうことは違ってて、だから別に言い方すると、今ここでその、級数展開導いてるんですけど、ここで級数展開導いた後の n と、初めの部分で考えていた n っていうのは違う n なわけです。なんて言えばいいかな。なんか、プログラミングで言うとかっていう、なんかいい例が思いつかないんだけども、だからその二つ極小変数 n があって、スコープが違うんですね。はじめの n は、その母関数になった時点でもうお約ごめんで、そのスコープから消えてるわけです。で、この級数展開を導いた時に新しい n っていうのが、同じ n っていう記号を使ってるから分かりにくいけども、これ違う n になってるわけです。で、その違う n を使ったときには、この級数展開において、この級数展開において、その係数が an であるという関係が n が0から始まって成り立つということになります。だから、違う n なので大丈夫という見方ですかね。であり、初めの n っていうのは母関数を作った瞬間にも消えてるということになります。雰囲気はわかりますでしょうか？よくわかんないですか？説明すればするほど分かんなくなるような気もしますけども。どうでしょうか？そうですか？他の皆さんどうですか？他の皆さんが誰か分かんないけども。皆さんいいですか？逆に分かんなくなったってことはよくあるんですけども、こういう説明をすると。良さそうですか？ありがとうございます。今日は時間ありそうなので、質問どんどんしてください。まあ、時間なさそうでも質問してほしいんですけども、今日は全然大丈夫。で、あと一つですね、やりたいのは、最終的に、最後今日やりたいのは、母関数が収束しない場合。何なんだって言われるかもしれないけども、これは例題でやります。例題でやります。じゃあ、例題3ですけども、こういう、なんだ全解式考えましょうと。n が0の場合には4で、n が1以上の場合には、an イコール nan マイナス1プラス 3n マイナス2。これは、何でしょうね。まあ、こういう全化式。で、まあ、これ解きたいということですね。で、これ、まあ、母関数使って解こうかなと思うんですけども、問題があるわけです。何が問題かっていうと、この級数収束しない。収束しない。先ほどまでですね、この関数は収束するんだってことを、まあ、仮定していたわけですけども、実際ですね、an っていうのが、それほど急激に増加しない数列だったので、実際、まあ、収束するってことを、まあ、証明せずに、収束するんだってことを仮定してやってたんですけども、だから本来は、この全化式やったときに、まずこの母関数が収束するのかってことを議論する必要があるんですよ。で、それ本当は真面目にやる必要があったんですけども、今まではそのまま、それを真面目にやってこなかったってことになります。で、これ、それをちょっとここで真面目にやり出すと、この全化式に対しては、母関数が収束しないということが言えます。まあ、実際にですね、この母関数における第 n 項と第 n プラス1項の、n マイナス1項の比を取ってあげると、これが n かけるx の絶対値よりも大きいってことが言えます。ので、まあ、その x をどんだけ小さくしても、その n っていうのは n に依存して大きくなれますから、これ、収束しないっていうことになりますね。皆さん、なんだろう、解析学とかでこういうその収束性の話とかってやったと思うんですけども、ただこれ収束しないということがわかります。実際この an っていうのは、その指数関数的な増加よりも早く増加するので、ことが後でわかるので、本当に失速しません。でそうすると、これ母関数の方法、これ使えないじゃないかってことになって、まあ困るんですよね。まあ困るというか、母関数しか解けないってことになって、まあそうすると、まあ、どうしましょうね、と困っちゃうんですけども、ここで一つトリックをご紹介するっていうのが今から10分から15分でやりたいことになります。で、どうするか。
これが、ポイントで、AN の代わりに、ここに書いてある、N の階乗分の AN を考えます。ああ、書いちゃった。N の階乗分の AN、これ考えます。で、まあ、N の階乗分の AN のことを、AN のことを BN としましょうと。で、この BN の互換数を考えます。ってことをやります。だから AN の増加のスピード大きすぎるんで、その増加のスピードを N の階乗分だけ、下げてあげるということをして、別の数列を作ります。で、この母関数ですね。今ここに書いてますけども、母関数。だからこの BN の母関数は、まあ、AN を使って書くと、その係数の部分が、X の N 乗の係数の部分が N 階乗分の AN になります。で、こういう母関数ですね。になるというのを考えます。で、まあ、これのことをですね、指数型母関数と呼ぶことがあるんですけど、まあ、なんで指数型と呼ぶのかちょっと、わかんないとか言っちゃいけないけど、まあ、そういう名前がついてます。で、まあ、それに対して、今まで考えてきた普通のその AN を係数とするような級数のことは通常型母関数ということがあります。まあ、この名前はどうでもいいです。けども、まあ、トリックとしてその N の階乗で割るということをします。で、そうすると、AN っていうのは、戻りますけども、AN っていうのは、これ自然数の数列、まあ、あるいは整数の数列、どの、要素も、どの項も整数であるような数列だったんですけども、N の階乗で割った瞬間にその性質は失われます。まあ、有理数であるってことは担保されるんですけど、整数であるとは限らない。で、そういう、数列になります。そこは注意する必要がありますね。で、だからそうすると、もともと整数の数列を扱っていたのに、有理数の数列を扱うことになるので、なんか、やりにくいかなっていう気がするんだけども、まあ、そうでもないっていうことを今から見ていきます。ここまで言ったのは、どうするかっていうことの考え方だったので、じゃあ実際にこれを、実現していきます。それをやっていますね。そうすると、もともと、これですね、上ですね。上のような電化式があったんですけども、その BN を N の階乗分の AN と置き換えることによって何が起こるか。まず、N が0の場合。N が0のとき、B0 っていうのは何なのか考えると、これは定義からっていうか、ここですね、この書き換え規則から0の階乗分の A0 になります。で、0の階乗、あ、1でした。いいですね。で、A0 は4。だから B0 は4になります。いいですか？これが初めの部分ですね。N が0のときは4であると。B0 は4であると。で、次の部分。AN は N が1乗のときには、N かける AN-1 プラス 3N-2 だったわけです。で、それを、このそのまんま N の階乗で割ってあげると、BN っていうのは、こういう式になりますね。N の階乗分の NAN-1 プラス N の階乗プラス 3N-N の階乗分の2になります。でそうすると、この初めの項っていうのは、これはどうなるかっていうと、まあ、分子そのまま AN-1 と書いてあげると、分母は N1 以上ですから、これは N かける N-1 の階乗です。ですね。そうするとこれは、N-1 の階乗分の AN-1 になります。ですか。で、これは BN の定義と見比べてあげると、これ BN-1 そのものになるということがわかります。いいですか？そう書き換えました。同じような書き換えをすると、二つ目の項ですね。N 階乗分の 3N っていうのは、N-1 の階乗分の3になります。いいですか？この形で、BN は、N が1以上の時には、BN-1 プラス N-1 の階乗分の3マイナス N の階乗分の2という関係が得られます。ここまでいいでしょうか。いいですか。今からやるのは、この BN の一般項を求めましょうってことを母関数を使ってやっていきます。
そのために、先ほどのステップと同じようにやっていくと、x の n 乗をかけて、まず級数を作ります。ですね。n が1以上のときには、もともとこの関係成り立ってますから、両辺に x の n 乗をかけて、多項式を作ります。で、そうすると、n が1からスタートした場を取ることによって、ここに書かれているような式が得られるということになります。ここまでいいでしょうか？ですか？で、次にやるのは、ここで母関数を置くと書いてあるかな？あ、書いてなかった。で、じゃあこの母関数を取っていきましょう。bx イコール、あ、x が、x に見えない。x イコール、n が0から無限大までの bn、x の n 乗とすると。しましょう。で、この母関数を使って両辺表現していくということをします。この初めの式は今作った式そのものですね。で、この左辺が何だか見てみると、左辺は n が1から始まってますから、n が0から始めることにすると、マイナス b0 を下げれば、つじつまが合うということになります。b04 でした。b04 でしたから、これは、この式は bx-4 になります。いいですか？で、右辺の方を見ていきますね。右辺の方。右辺の方は、また、まず、添え字ずらすと、こうなりますと。初めの項は n が1から始まってますけども、n が0からにすると、真ん中の中身は bn×x の n プラス1乗になります。で、二つ目の項も n が1から始まっているので、n が0からすると、これは n の階乗分の 3×x の n プラス1乗になります。ですか？で、最後のところも、これも n が1から始まっているので、これ n が0からするんだったら、n が0に対応する項を引いてあげればよいということになります。これで等しいですね。いいですか？で、この初めの項を見てあげると、これは、x×bx。なってます。いいですか？で、2番目の項は、これ x と3を出してあげると、残ってるのは、n が0から無限大までの n の階乗分の x の n 乗と。こうなりますね。で、そうすると、今、この中身ですね。中身というか、この和ですね。級数。これは、今までというか、まあ、前回見た、その、数列の母関数の形してないんですね。だから、これ、あ、ですけども、これ、bn がないので、現れてないので、これ何かその形、何かの形でこれ書けるはずなんですよ。これ実際これ収束するんですけども。で、これは何でしょうっていう、まずクイズがあります。これ何でしょう？これよく見たことがあるような級数だと思うんですけど。だから聞いといて自分で答えちゃうのはなんかつまんないんで、ちょっと待ちますね。これ何でしょう。こういう反応ないんで、言っちゃうと、これ e の x 乗ですよね。ですよね、とか言っちゃう。言うんだけど。これ、初めに言ったこれ、テイラー展開ですよね。e の x 乗、これテイラー展開すると、n が0から無限大までの n の階乗で、e の x 乗を n 回微分したものの、x に0を入れたものですよね。で、x で、こんな感じですよね。で、e の x 乗って何回微分しても e の x 乗ですから、その x に0を入れたらこれ1なわけですよ。1ですね。そうです。だから、ここに書かれているこの級数は e の x 乗です。いいですか？まあ、同じことを、やってあげると、この後ろの部分、これは、2×e の x 乗になります。
いいでしょうか。いいですか。っていうことを使うと、どう書き直せるかというと、こうなりますね。今言った通り、この級数から、e の x 乗が出てきて、その時に 3x 余ってるから、それ 3x 乗と書いてあげると。ね、後ろの部分、これは 2×e の x 乗です。で、0の階乗は1でしたから、このマイナス2の部分は係数変えてプラスに、あ、符号変えてプラスになります。いいですか？ここまでいいですか？だからその L の階乗で割るっていうのは、なんかその人工的かなっていうふうに思うんですけども、このなんかその母関数の形見ると、まあ、ここでその指数関数出てくるから、指数型母関数と呼ぶのかもしれませんが、そういう感じでこの上手い形で書けるので、まあ、ある意味で扱いやすいわけですね。いいでしょうか。で、そうすると左辺が、まあ、bx と x の式で、右辺も bx と x の式が書けているので、まあ、この二つ等しいということから、たくさん式ができない。二つ等しいということをまず書いて、bx イコール何とかって形に整理していきます。まあ、実際書くと、まあ、これ計算するわけですよ。こんな感じになります。bx はマイナス 3e の x 乗プラス 1-x 分の 1e の x 乗プラス 1-x 分の6と書けます。いいですか？まあ、計算は自分でやってみるところですね。うん。いや、まあ、やればできるところです。はい。ということですから、で、あとは、今、これ BX が、こういう形になると分かったので、逆変換するわけです。関数じゃなくて、関数ですね。この関数の級数展開を導きます。で、そうすると、まあ、こんな感じですね。今、E の X 乗、こう級数展開するとどうなるのかってことはさっき言った通り、これテイラー展開で、n が0から無限大まで、n の階乗分の xn 乗です。まあ、こうなるというわけですね。でですね、この 1-x 分の6ですね。だからこの部分は 1-x 分の1ですから、これはその n が0から無限大まで xn 乗と、まあ、こうかけるということになるわけです。で、そうすると、ややこしいのは、この真ん中の部分で、1-x 分の1かける e の x 乗ですね。で、この部分を、こう、真面目にやろうとすると、なんたらかんたら、x の乗というのをこうかけるはずで、で、そのなんたらかんたらっていうのは、さっき言った通り、n 回微分を考えればわかるわけです。わかるんですけど、この 1-x 分の 1e の x 乗、n 回微分するのはちょっと私の技量を超えるんですね。私の技量を超えるとは言っちゃいけないけども。まあ、超えるんですよ。大変。まあ、やってもいいけども、あんまりやりたくない。で、まあ、どうするかっていうと、まあ、ただ単に上の2つを組み合わせます。そうすると、まあ、こんな感じになりましたね。つまり、その 1-x 分の1を展開すると、まあ、x の、まあ、ここでは k にしますけども、x の k 乗の割になります。まあ、n って書いてもよかったんだけど、n にすると混乱しそうだったので、これは k に書いてます、文字を。で、後ろの部分、e の x 乗は、l の階乗分の1かける x の n 乗のは、まあ、ここも l じゃなくて n で書いてもよかったんだけども、混乱するんで l にしてます。というふうに書ける。前の部分と後ろの部分はさっき言った通りです。ですか。で、そうすると、これ、この真ん中のこの級数の積ですよね。で、ここはややこしいんですけども、まず、まあ、ここは、まあ、展開するとどうなるはずかっていうと、これは x に関するこれ多項式です。多項式って言ってんのかな？多項式と一次元化。多項式は実数が有限じゃないといけないから。だから、まあ、これ級数ですね。級数です。
要は何かっていうと、そのなんか x の0乗のなんか係数があって、プラス x の1乗の係数があって、プラス x の2乗の係数があって、プラス点点点点、なんか無限についてると。なんかこういう形になってるわけです。で、こういう形になっていて、じゃあその時のこの係数は一体いくつでしょうっていうのをこれ知りたいわけですね。これ展開して。展開して知りたいわけです。で、これも、ある程度真面目にやる必要があって、ある程度と真面目っていうのは、この係数が何だかってことをちゃんとこれ調べる必要があって、まあ、これちゃんと調べてあげると、結論から言うと、これですね。X の N 乗の係数は、K の階乗分の1を、K が0から N まで足し合わせたものになります。なんかこういう変形、二項定理、を使う話の時に、こういう変形、一回したと思うんですけども、まあその時の変形と似てまして、まあそういう形でやってます。まあいずれにせよ、係数はこの割になります。ですかね。で、そうすると、すべての3つの項が、n イコール0から無限大までの和っていう形で書けていて、整理できますから、こうなりますと。つまり、x と n 乗の係数は、マイナス n の階乗分の3プラス、今言ったは、プラス6って形になります。つまり、n が0以上の時には、bn は、まあ、そこに順番に入れ替えてますけども、6プラス、さっきのは、マイナス n の階乗分の3という形で書けるということが分かりました。ここまでいいですか？そうすると、あとは、今 bn が分かったので、そこから an を復元してあげればよいです。つまり、bn は n の階乗分の an だったので、an は n の階乗かける bn になるわけです。だから、先ほど得られた bn の式に n の階乗をかけてあげると、an が何だか求まります。という形でこうなると。an は6の、6かける n の階乗プラス、K の階乗分の N の階乗を足して合わせたもの、マイナス3です。今ですね、この和の中身ですね、和の中身。これは、これ必ず整数です。ですか。N の階乗っていうのは、点々点に書いちゃうと、1、2、点点点。K マイナス1、K、K プラス1。じゃ、書けないや。点点点 N。なので、K の階乗でそれ終わったら、残るのは、K プラス1から N までの積です。だからこれは必ず整数になります。ですか？だから、この得られた式、なんか分数式が入ってるから、なんか整数じゃないように見えますけども、これちゃんと整数になってます。って形で、一般こう得られましたと。ということになります。よろしいでしょうか？ただ、なんか収束次第かなっていうふうな数列あっても、まあ、こういう変形とか、まあ、指数型母関数を考えることで解けるということになります。いいでしょうか？で、まあ、その時にその e の x 乗とかっていうものが自然と出てきますけども、まあ、それ出てきてもうろたえないというのが重要ですね。はい。じゃあ、今日の終わりですね。まとめします。今日は母関数を用いて電化して解くという話をしました。で、まあ、この1コマ分、このどうやってそれをやるのかっていう話をしてきたんですけども、これはですね、その母関数を使うという意味では、すごく本当に初歩的、初歩中の初歩で、まあ、これ母関数使ってると言っていいのかどうかすらわからないぐらいの母関数の使い方です。で、その母関数を使うっていう話は、非常に膨大な理論になっていて、まあ、すごく面白いです。すごく面白いですし、すごく深いです。面白いだけじゃなくて深いです。で、これを使っていろんなものを数え上げられます。で、まあそういうのは近年では解析的組み合わせ論と呼ばれたりして、非常に活発に研究されています。で、そこでは複素関数論が重要な役割を果たすと書いてあって、まあ、この今日の話では複素関数論全然出てこなかったんですけど、例えば、前回ですね、その前化式があって、そこからその上階を求める、オーダーを求めるっ
ていう話をしたんですけども、この母関数を使ってオーダーを導出するかって話があります。で、そういう時には複素関数が非常に重要な役割を果たしたりします。で、まあ、この授業ではそこまで深入りできませんが、もし興味がある人は調べたり、勉強してみたりしてみてください。はい、じゃあ今日の授業は以上になります。